Do you know about Rakugo? I want to briefly introduce Rakugo to you from all over the world. Firstly, Rakugo is a Japanese traditional performance art. Which kind of traditional art do you know from Japan? Kabuki? No? Bunraku? You can say that Rakugo is the simplest and least pretentious one among them. Rakugo is just one person on a stage. He or she wears a kimono, sits on a cushion called zabuton, and then plays several roles, even tools. The person doesn't wear a wig like in kabuki, doesn't put on a mask like in no, and doesn't move a puppet like in bunraku. Only a hand towel and a falling fan. The artist uses only those to play a funny story in an amusing way. You might wonder how that's possible. For example, like this. Is that good? But how is one person playing two characters? That was so good. Thank you so much. So, how much would that be? That's 700 yen, please. Alright, 1, 2, 3, sorry, but what's the time right now? It's now 4, 5, 6, 7, thank you very much, see you! Then, most stories are closed with humor in the end. In Japan, you call that ochi, which means falling. And the written characters for rakugo mean fallen words. For instance, imitating the other visitor next to you that you have just been watching. That looks so good. Let's try. Yeah, it's so good. So, how much would that be? That's 700 yen. I see. 1, 2, 3. Sorry, but what's the time right now? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakugo is just another humorous art form to the world. And in the next video, I would like to briefly introduce the history of Rakugo to you. なんか家の中を覗き込んでる掃除屋がいるぞ。おい、掃除屋。ああ、ちょっと話があるからこっちへ来い。話があるならば、おめえからこっちへ来たらいいべ。不祥な野郎だ。え？お前に聞きたいことがあるんだ。ちょっと待て。俺もおめえに聞きたいことがある。な？俺の聞くことに答えて、おめえの答えが気に入ったら、ほら、おめんとこの長屋で声組んでやってもいいぞ。この野郎、あべこべになってきやがったな。一体何を聞きたいんだ。おめんとこの収支を聞きてえだ。え？そりゃこっちの聞くセリフだ。え？お前の収支を言ってみろ。ダメだ。おらが収支言ったらな、おめえ、汲み取りしてほしさに、おらの収支と同じ収支だって言うかもしれねえ。危なくて先には言えねえ。そんなことは言いやしねえ。いいから言ってみろ。そうか？俺の収支は、ホッケだ。おい、ばあさん、とうとう来たよ。同じ収支の人が。どうだい、見てごらん。今までの掃除屋と違って、同じ収支の人は、どっか品があるな。寄ってくれ、寄ってくれ。おめえの収支は何だ？同じホッケだよ。いやー怪しいな、うん、そんなに疑うんだったらお前わらじを履いてるのか。わらじを履いてるんだったらわらじ脱がなくてもいい。いざってうちの仏壇見てみろ。え、仏壇の中にお旗をいただいたお祖師様がちゃんといるだろ。それに位牌の字を見てみろ。他宗では決して使わない名号日号が使ってある。うちは近所の人に聞いたってわかる話だ。うちは紛れもないホッケなんだよ。え？じ
じゃあな、お前にうちの長屋のな、汲み取りを頼みたいんだ。ただで汲ましてやる。いや、それどころか小遣いもやる。うん、ごちそうもな、してやるから、うん、みんな困ってるんだよ。早いこと、汲み取りをしておくれ。ちょっと待ってください。腹が減っては戦にならねっちゅうでな。まず、飯食わしてもらうかな。あとでいいだろう、え、もうみんな困ってるんだから先に汲み取りしておくれよ。いや、腹が減っては戦にならないっていうからまず飯食わしてもらいてえな。仕方がないな。じゃあばあさん、あり合わせのもんでいいから、おまんま食わしてやんな。いや、あり合わせのもんはダメだ。うな重が食わしてもらいてえ。贅沢を言うんじゃないよ。おらにうな重食わせようと思ったら腹立つけども、お祖師様にうな重食わせようと思って、うん、お祖師様がうな重なんか食うかい。うん、仕方ないな。じゃあうなぎ屋行ってな、うな重、頼んでおくれ。うな重はな、松じゃなきゃダメだぞ。贅沢なことを言う野郎だ。いや、松じゃなきゃダメだ。うな重のよ、松竹梅ってなよ、あら、質じゃねえんだぞ。うなぎの傘だぞ。松だと安心だけどよ、梅なんか頼んでみろ。せこいうなぎ屋はよ、おまんまの上にちょこっとしかうなぎが乗ってねえ。吉野家の一番安いうな重みたいな貧弱のやつが出てくるからよ。松じゃねえとダメだ。わかったよ。うな重の松をそう言って。うなぎっていうのは焼き上がるまでに時間がかかるからね。その前に、蘇州ごちそうになりてえな。嬉しいな。酒と言わずに蘇州と言ってくれるところが嬉しいな。じゃあばあさん、ダメだダメだ。扱うものが扱うものだからな。先に汲み取りをしておくれ。うん、後でいくらでも好きなだけ飲ませるから。いやー、うなぎ焼き上がるまでのつなぎだからよ。いや、おらに酒飲ませると思ったら腹も立つべえけど、お祖師様におみきあげると思って。お祖師様がおみきなんぞ飲むかい。しょうがない。お酒出してやんな。いやー、すまねえな。いやー、手酌でいいだよ。しかしなんだね、昼間から飲む酒ってな、うめえもんだね。大丈夫かい？そんなに酒飲んで、大丈夫だよ。世の中にはな、酒飲んだら喧嘩する。怒り上後、喧嘩上後なんてないるけど、俺はそんなことはねえだよ。酒飲んだらな、眠くなるだけだから。じゃあ、ちょっと、うな重が来るまで、寝られちゃ困るんだよ。頼むよ。長屋中困ってるんだから、先に汲み取りをしておくれよ。仕方ねえな。泣くこと地頭には勝てねえってな。どこだ？汲み取り口や。さ、ここが汲み取り口だよ。蓋、開けて汲み取っておくれ。ちょっと待てよ。な。この、汲み取り口の蓋開けるっていうのが難しいだよ。汲み取り口に手かけてな、いっぺんに開けりゃ開くってもんじゃねえんだ。汲み取り口に手かけて、まず上の方へ持ってってな、それから一旦下げてよ。下の方を向けながらこうやって、開けるだよ。やってみろ。お前の仕事だろ。おらにやれって言われたと思ったら腹も立つけども、お祖師様にやれって言われた。お祖師様がそんな汚いことをやれって言うかい。しょうがないな、まったく。こうやって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 外しゃいいのか。さ、蓋外したから早く汲み取っておくれよ。小枝子はそこにあるよ。この小枝子の持ち方っていうのが難しいだよ。左手の方をこう握ってな、右手は添えてよ。で、そーっと声の中にね、ひしゃく突っ込むだよ。それで、すくったらな、鳴らしてな、平らにしたところで、タコにこうやって入れるだよ。やってみろ。お前の仕事だ。
までやらしたら怒るかな。じゃあまあ、少しは働くかね。さすが、餅は餅屋だな。うまいもんだ、うまいもんだ。ああ、もう一つの、ああ、タコにも入れておくれ。ああ、そんなもんでいい、そんなもんでいい。あの、あんまり重いと、菓子まで運ぶのが大変だからな。あの、8分目ぐらいでいい。あの、それ持ってったらな、あの、またすぐに戻ってきておくれ。その自分にはもううな重も届いているしな。あの、もっともっと、汲み取ってもらいたいんだからいい。わかりました。いや、ちょっと届けてまいりますから、またあの、戻ってきたらもっと組ましてください。ああ、分かってるよ。いや、あの、行きますから、あっとっとっと、あっとっと、あっと。ほら、言わないこっちゃない。飲みすぎなんだよ。だからそんなに飲むなって、あの、扱ってるものが扱ってるもんだから、それこぼしたらえらいことになるから、いいよ、いいよ。あの、それ、おい、な、あの、小枝を置いて、あの、うちで、な、ちょっと横になって、酔いが覚めたら、菓子まで運んでおくれ。いや、大丈夫だ。いや、商売だからよな。これくらいの酒じゃ、大丈夫だよ。うー、飲まみだぶ貴様多衆だな。今、生まみだぶと言ったの。いや、こんな汚いもんは、多衆に預けるだよ。